皆様こんにちは。国家基本問題研究所の桜井よし子です。有本隆です。今日は私たちいろんなことを急いでやって10時半から日本とアメリカと台湾とフィリピンの、このリモートでしたけれども、意見交換というかセミナーをいたしました。非常に勉強になりましたね。そうですね、なかなか台湾とフィリピンっていう、近くにあるんですけれども、コミュニケーションが取れないところでですね、実際率直に今の情勢について意見交換できたっていうので、当事者の方でも非常に喜んでいらっしゃいましたね。台湾がね、みんな注目している割には、台湾と他の国との間のこの、正式なルートはもう中華人民共和国が頑として持たせないわけですから、正式なルートは持てないんですけども、それでもこのプライベートにですね、コミュニケーションを取るとか協力をするということ、これも中国の事実上の妨害でなかなかできていない。だから台湾とフィリピン本当に近いんですけども、なかなか意見交換ができていなかったということが分かりましたね。そうですね、でも情勢認識は非常 に共通のものがあると、つまり中国の脅威に対していかに対処するかというのは、それぞれが考えじゃなくてみんな一緒に考えようよというのが大切であるということですね。フィリピンがね、アメリカに対していざという時に使える基地というか拠点、新たに4カ所を提供して、これで9カ所になったわけですよね。これは物理的に非常にこの、もし台湾有事になった時には大きな意味を持ちますよね。でフィリピンの方は非常に協力的で、もちろん中国と決定的な仲違いをするわけにはいきませんけれども、台湾の立場、それからアメリカとの関係、日本との関係もとっても大事にする姿勢が見えてきていて、これは安心材料ですよね。で台湾にとってもっと大事なことは、私たちがこのウクライナ問題でどういう態度を取るのか、ウクライナをどうやって守り通すのか、その様子を中国はしっかりこう見ているわけですからね、これについても日本がやるべきことは今ありますね。本当ですね、日本はどうしても朝鮮半島有事、台湾有事とかですね、それぞれ別個のものとして考えてるんですけど、今日の意見、議論でもですね、対象地域っていうのはその紛争のですね、広がってきていると、つまり一箇所では済まなくて他方、いろんなところに飛び火すると、だからそれぞれの、がですね、相互の運用性を高めたりですね、連携を高めないといけないと、いうことで、このようなセッションっていうのは非常に重要であるという印象を持ちましたね。もし台湾、ウクライナがこのままズブズブと続いていてですね、こっちが本当に強力な手を打ってウクライナを救うことができないで、このまま続くとしたら、中国は私たちの足元を見ますからね。そうですね。で台湾有事ということは、台湾有事だけではなくて、私たちは中国と北朝鮮、そしてロシアも相手にすることになるわけですから、本当にそのつもりになって自分のこととして受け止めなきゃいけないわけですね。そのためにやっぱりウクライナに対してできることを今やっぱり目に見える形でしなきゃいけないですね。私たちの今日のセッションではいろんなアイデアが具体的に出ました、そうですね、この後専門の方からお話があるかと思うんですけど、そんな時に日本の国会というのは何をやっているんでしょうね。本当に ね外務大臣が G20 へ行くのもね、いけない、出席できないというようなですね、で議論もそのいかに日本が貢献できるかとかいうような建設的な議論というのは本当にほとんどないですね。で林さんがね、 G20 に行かなかったことの大きな損失というのをやっぱり理解しなきゃいけないわけで、このせっかく G20 みんなが集まってG7 に向けて頑張ろうと日本がこうはっぱかけなきゃいけない時に肝心の外務大臣がいない、そして日本に残ることによって林さん国会でなんかすごい短い間53秒と当時53、そのことのために行かなかったっていうのはもう、
この大事な外交の場でですね、はいはい、外交もすごく大事にしなきゃならない局面で外交を忘れているということで、うんうん、ちょっと情けない感じがしましたね。相当情けない、相当な、そうですね、本当に、はい、ということで今日もどうぞ国家基本問題研究所のチャンネル登録お願いいたします。この後専門家の方たちの話が続きます。どうもありがとうございました。